にちは、皆さん。スプレーアートでのべらちゃんです。このチャンネルへようこそ。今回はですね、作るお菓子の動画です。なぜなら、ちょっとハマってきた。なので、今回はたこ焼きを作っていきたいと思います。じゃあ、一つ、一杯、蜜準備した。蜜を。やっぱこれダメだった。カップ1個、ここに入れます。タコの素、タコの素、これ合ってる？おー、OK。まあ、全然読んでないよ。読んでない、写真だけ見てる。これで飛ばします。タコさんも出来上がり。そしたら、これは2個にカットします。そしたら、ここにね、通れに。タコの形がね、知ってる。タコの形を作ります。OK、まあ、じゃあそしたらこれをカットして、1個2個、1、2、3、4だから。タコです、タコ。そしたら、マヨネーズの素、マヨネーズ。はい、匂いが完璧に一緒。入れて混ぜます。そしたら閉めます。これね、 OK です。ここに水3杯とマジの素、これね、混ぜます。イエス、もう楽しいとこまで来ました。じゃあこれね、いいですか、もう作ります。ここにね、1、あ、ここで、タコも、タコ、はい、完璧。そしたら電子レンジに入れます。その間にソース入れて、すごい、本物のソースみたいだし、あとこのたこ焼きのこんなもん、匂い一緒。ソースは作りました。で、まあ、じゃあ電子レンジに入れました。まあ、こんな感じですね。で、なんかソース、おお、これはもうたこ焼き。 OK。 そしたらマヨネーズ、こうで、あはは、こんな感じ。おお、ほほほ、これね、たこ焼き。まあ、最後にこれも、おお、たこ焼き完成。じゃあ最後に食べていきたいと思います。これね、すごいいいと思います。甘くない、全然甘くないので、本当になんか本物のタコみたい。今回は甘いだろうって思ったけど、全然甘くない。おいしい、おいしい、おいしい。ということで、皆さん、この動画いいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。あとコメントもね、なんかおすすめのなんか企画とかあれば、ぜひ言ってくださいね。これやってみてとか、これ食べてみてとか、何でもいいから、コメント欄に置いてください。ということで、皆さん見てくれてありがとうございます。じゃあまた、アディオース、アディオース。